こんにちは、宇崎雄です。今日の都営バスの旅は都06。実はですね、先日アップロードした都01の帰りにそのまま都01で新橋に戻ろうと思ってたんですけれども、飛び乗ったら06だったという次第なんですね。地図上で青の線の方ですね、同じ新橋に向かいます。はい、バスは渋谷スクランブルスクエアと光への間を抜けて南へと向かっていきます。高さは順に230メートル、183メートルとなっています。 VR ヘッドZの方は上を見上げてみてくださいね。今はね、こんな感じで山手線内側の方が元気があるなっていう印象があります。はい、それでですね、飛び乗ったということもあって全然知らなかったんですけれども、地図を見てたらなんとか橋なんとか橋ってすごい橋の名前を持つね、停留所が多くて、25の停留所中15がですね、こんな感じの橋という名前を持ってるんですよね。実に 60% です。びっくりしました。はい、調べてみたらこれ渋谷川沿いなんですよね。車窓から見て右側を川が流れているという感じになります。麻布十番の交差点で左右が入れ替わって、川は車窓の左側になります。とはいえですね、川はずっとバスの車窓からは見えないと思います。ちょっと離れてるんですよね。はい、ここで目の前にですね、渋谷区女子さんですかね、座っていただきまして、いいシーンですよね。はい、バスは古川橋に差し掛かっています。前の方にですね、建築現場が見えてきましたよね。またビルが建ってますよね。これ白金ザスカイというですね、名前で、すごい名前ですよね。高さ156メートル、総戸数1247戸の超高層マンションというふうになってますね。で、2022年12月竣工予定ということなので、来年ですね。いや、どんな風景になるんでしょうか。バスは麻布十番に差し掛かってます。昔ですね、桜田淳子さんだと思うんですけど、テレビで麻布十番ってやって、フランス語の風に聞こえるなんていう風にやってたんですけど、これ元々はタモリさんのネタらしいですね。知りませんでした。まあ、ある種憧れを持っちゃうような地名なんですけど、ここの駅前全然フランスとは関係ない雰囲気ですね。言っちゃ悪いんですけど、はい、中野橋に近づいてきますと、このビルですよ。住友不動産麻布十番ビル、2017年の竣工ですから、まだ新しいですよね。設計は日建設計という会社で、この会社が面白い。調べてみたらですね、さっき通ってきた渋谷スクランブルスクエアも光栄も、それから東京スカイツリーもですね、こちらの会社さんがやっているということですね。この特殊な形のひさしがですね、光と風をコントロールして、まあ、環境に優しいみたいな形の、このコンセプトらしいです。はい、引き続いて国際医療福祉大学三田病院と東京都済生会中央病院とダブル病院が並んでおりますね。
この辺りで、充電がですねついに切れちゃいまして、あの映像は終わりなんですけど、まあ、かいつまんでこの TO-06 の沿線については見れたかなというふうに思ってます。はい、後日ですね、渋谷ストリームというこのビルですよね、この足元を探索してきましたのでご覧ください。これ渋谷川ですよね。確かにあったねと、何度か越えたことありましたよ。はい、渋谷駅の方向を見るとこんな風にね、あの橋の形が残ってるんですよね。でここから先はずっと暗渠で、もともとは新宿御苑からあの水源があるという風になっています。以上、お疲れ様でした。